無機質無機質無機質じゃない無機質じゃない。 You better turn up. You better... あっちを立てる気もないし、こっちを立てる気だってまるでないの図。どうもこんにちは、社会不適合者です。はい、ということでね、ヒイラギなんですけれども、はい、もう皆さんがアンビバレント、アンビバレント言うから、皆さんがアンビバレントするまでに5年かかりました。ブラウザバックされる前にね、この動画の趣旨を簡単に説明するんですけれども、アンビバレントですね、欅坂46のおダンス関連の動画になります。どういう動画かというと、前回ね、ガラスを割れ編を見た人は、あーね、なるほど、ピンときたかもしれないですけれども、今あのアンビバのミュージックビデオが出て、まあ、おダンス、はい、動画ダンスハゲっていうコメントがいっぱい来てるんですけれども、ちょっとまだ危険なんですね。ミュージックビデオの、あの振り付けだけを見てこう教えるのはちょっと無理。映ってないとかあるし、映ってないとかあるし、あとなんか改変される恐れがあるんですよ。やっぱりミュージックビデオではこう踊ったけど、ライブではこうしようとか、テレビではこうしようって改変される恐れがあるので、今僕があの、はい、振り付け終えました、こんなんですって言ったら、それは嘘松です。嘘松、僕はね、嘘松じゃないの、あの誇りに生きてるんで。なので以前あのガラスを割れでもやったんですけど、おそらく振り付けでこういう動きが使われてるんじゃないか、こういうスキルがなんか必要になってくるんじゃないかなっていう、なんか振り付けを覚える以外で、ね、必要になってくる細かいことをですね、僕はここと言っていくっていう、そういう動画です。あのお姑さんですね、言うなれば。さあ、違いますね、ちょっとね、人生あの時間限りがあるんで、もうさっさと始めていきたいと思います。一つ目に、まずはちょっと体のこのモードを変えていきましょう。体のあのスイッチをですね、切ってください。脱力です。あのやっぱり速い動きがいっぱいあるんで、も足も今回は忙しいし、腕も忙しいしっていう感じで、そうなってくるとやっぱり一番いいのは脱力ですね。シャオリーとも言います。あのバチっていう有名な書物にもあるんだけど、力がですね、こう入った状態、ブロリーみたいな、はぁ、どこへ行くんだ、ブロリーみたいなその状態だと、確かにこう早く動くんですけど、硬いのよ。硬いでしょ、もうあのなんかもうね、今回は特に女の子が踊ってる、いや毎回女の子が踊ってるんだけど、柔らかさがですね必要になってくる。そういう速さの出し方をするには、抜くことや、力を抜くことです。でポイントは上半身だけをこう抜くこと。下半身抜いたらこうなるんで、怪我した、今ので怪我した。下半身はもうすでにこの二足歩行、人類有史以来すでにずっと力が入ってる状態なんで、もう下半身は別に特段なんか力を抜くとか入れるとかあんまり気にしなくていいです。ただ、ステップ上ですね、なんかこういうこのちょこまかしたステップが多かったんで、そういう時の対策としては、つま先バウンス立ち、こうつま先でちょっとこう体を跳ねさせるような感覚で、早く動こうってなった時は基本つま先をこうつくようなイメージでいたらいいと思います。ベタ足だと早く動かそうってなった時にね、アホやろ。なのでまず体のモード、上半身は脱力、肩の力を抜いてください。グッてやって、あ、これ背球でやってた、背球で東根さんもやってたね。あ、弛緩させる。で下半身はベタ足の時もあるけど、早く動こうってなったらつま先でバウンスを取りましょう。細かすぎて伝わらないアンビバレント、2つ目はアイソレーション、めちゃめちゃ大事っていう話です。アイソレーション、体の各部分をですね、個別に、まあ、こう動かすような、そういう技術であったりスキルであったり、ごめんね、貧乳の人はごめんね、これは。あとあれでしょ、あの実際にミュージックビデオでもこうみんなでお手手つないでさ、お呼び腰やってたよ。これもあのお尻だけをこうお呼び腰してるんですね。やっぱり腕だったりこの足だったりが早く動くから、そっちにばっかり目が行くんだけど、よく見たら首がね、あの特にてっちゃん、平手ゆりださ、首の使い方がとても、なんていうの、独特、すごい、綺麗、かっこいい。例えばサビの一番最初に、まあこういうね、こんな感じの、ごめん、まだ全然完璧じゃないんだけど、こういう振り付けがありましたけど、あそこもてっちゃんはちゃんとこう傾いた時に、首を反らしとるんやな。反らす、あ、反らすって感じ。うなずく、うなずく、あ、うなずいたいな。ステップ大変です。で、腕も入れないといけないから大変です。なんだけれど、しっかり、この首をちょっとこう、か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 、こう入れてあげるだけで、結構印象がね、変わってくるんですね。ちょっと、ね、無機質、無機質、無機質じゃない、無機質じゃない、有機物、有機化合物。
は？あとはみんな揃ってアイアンマンヒーローみたいにこうブワーなって戻って手を出して上げてくるところでもちゃんと平手さんは手を出した時に一回ガッと思いっきり頭うなずいてるんですね。うなずいて戻してるっていう。なんならこの後こう鼻開く動作の時にこう顎っていう今だけでこの縦の動きを2回入れてるんです。これがなかったら無機質、お有機質。だからてっちゃんがよく髪の毛パーマのあの髪をなびかせてるでしょ。バッサバッサなびいてるでしょ。それはちゃんとあの首のアイソレをやってるんですね。チョコボの不思議なダンジョンといってもね、そんななんか大げさにこう入れる必要はないです。大げさに入れたらやばいね。やばい場所なんで、ここをやってしまったら怪我する、怪我しやすい場所なんで、軽くなんかもうなんだろうな、ダウン取るときにダウン取ってたら自然となんかうなずいとるやんぐらいの、そのぐらいでいいと思いますよ。別になんかガチガチのヒップホップってわけじゃねえしなどこ行くねん。はい、細かアンビューが3つ目です。3つ目はね、まあ、これもなんか愛それみたいなちょっと抽象的なお話になるんですけど、毎回ね平手無双と呼ばれるポイントがあるんですよ、振り付けの中で。千秋さんは例えばあの腕ブンブン丸ね、平手友梨奈さんが一人で無双するところを平手無双っていうんだけど、今回だったらあのこんなあったろ、こんなのが、ごめん、あの見よう見まねで申し訳ないんだけど、こんなあったろ、こんなのがね、あれあの平手無双の一パターン目なんだけど、こういうポイントもなんか一見こう足だけがすごいぞとか腕がすごいぞって見られるんですけれども、結構連動しててなんかただでさえ体力削れるのにあんまそんなせんでええやんって思うかもしれないけど、これとかは腕を大きく振ることで体がよれるんですね、こっちに遠心力で、遠心力でそれを利用して体のこの横に反れる感じっていうのを出してたりするっていう。こうだからこの腕の振りをこうサボっちゃったらつまんねえ人生だなおい。他の振り付けでも例えばまあね、こうさっきこうやったけどこういう動きの時もしっかり腕を伸ばした時に足が後ろにつくことでこの引く動作で下半身も戻りやすくなるとか見栄えも良くなるとか一石二鳥やって、そういうですね、タカ君の TK ヒーロー、タカ君のまあ思いをね組んであげたらいいと思うよ。ごめん、全然そんなこと思ってないかもしれないけど、余計なお世話欲しいんだけど。ただし最初に言ったら脱力ですよ。ここもだからあんまりその昇竜ってやらなくていいです。肩から先だけを回せば十分遠心力が生まれます。なんでこっから先でってやる必要はない。トランクスで、それはあのセル完全体と戦う時にベジータに怒られたトランクスになっちゃうんで。ただ腕を伸ばすっていう動作もそうです。あのこの状態からこうってやるよりも体をひねってやった方が腕のラインも伸びるしシルエットも良くなるし、ええじゃんっていうシンプルな動作ほどどっかのその部位っていうのが結構動いてたりするよっていう、ちょっとなんか、ね、そういうのを気にしながらもう一回ボダンスの映像を見てみたらもっと楽しくなると思います。ということでね、以上、以上じゃねえ、まだ終わって、はい、ラストです。ラストはね、まあ、ファイナルファンタジーあるいはラストストーリーなんだけど、具体的な動きをします。あそこが一番やばかった。分かった、もう分かったでしょこれよ。あ、違う、全然靴を履いてたら全然できないので脱ぎますけど、腰ツイストですね。これは一見なんかこの右足をですねおおってやってるように見えるんですけど、これだと股関節ぶち壊れるし多分あの素早くできないということで軸足に注目。おい下半身全体が動いてる。なんで両足つけてやったらこういうことです。こういう振りもあったでしょ。これの後、ヤッホーの後に地面についてこうやってたと思うんですけど、なんでまずこれですね、つま先を軸にしてほっごめん、ここは顔全然どうでもいいです。でこのまま足を浮かせてくる、右足をほいほいほい
ぽいっていう感じ。女の子だからね、みんなめっちゃ上がってたけど、男の子だから涙が出ちゃう。女の子だもん。え、どっち？ここでもね、上半身を上手に使ってあげましょう。上半身は基本やったぜ引くぜ、やったぜ引くぜ、右高め、右高めでずっとやったぜをやってたんですけど、この上半身の真上の動きで下半身のこの大暴れしてますから、この大暴れしてる分のバランスをぶち殺して取ります、補正します、バランス取ります。はい、だからこれだけだとほら危ない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 ってなっちゃうから、ちゃんとこの腕に引っ張り上げる力を使って軸を補正するのだ。全然補正で、気持ち右側に体重を傾けるイメージでやったらいいと思いますよ。で、戻した時にちゃんとこうなれるようにって。でそんなに何だろう、何百回何1分ぐらいずっとこのやるっていうさ、デスレースじゃないから、そうですね、5、6回1、8分ぐらいできたら上出来でしょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、何の修行これ。これもしっかりこの腕の振りを使ってバランスを取ってあげるっていう、シェーみたいな感じですけども取ってあげる。で、この足だけじゃなくて腰でひねりを上げる、ひねってあげるっていう練習をしたらいいんじゃないかなと思います。それが多分タカ君のね、思いだと思います。片足上げてできるよって人はまずこの両足のこれからやった方がいいね。地面についたこの状態から通報すんだよお前。あとなんか情報によるとてっちゃんが側転するらしいと。マジ？マジ骨折するぜ。側転は分かんない、どんな側転かを見てないから何とも言えないけど、で側中じゃないですよね。側転だったらもうあとはなんかその今までの振り付け、今までの楽曲で使われた振りが出てくるっていう、ロックマンでいうとこのボスラッシュがいっぱいあるそうなので、こればっかりはもうね、もうあるものを見て復習するしかないです。ということで、ロックマン X アニバーサリーコレクション、皆さん買ってください。リンクを下に貼っておきますので、はい、以上です。もうね、やれるだけのことはやったんで、あとはもう待ちましょう。ミュージックステーションとかカウラウ TV とかバルリズムとか待ちましょう。テレビ番組があったらね、待ちますんで、ちゃんとあの録画予約するんでね。でもうそれしかない。まあ、少しサビ以外の振りがね、楽しみですね。一体どういう感じになっているのか、一体どこでその側転をぶちかますのか、骨折すんなよっていうね、そういう心配がまあ残ってるぐらいですかね。ということで皆さん、これからも菅井優香をよろしくお願いします。うちのあの嫁さん、おっと危ない、週刊文春がそこで今カメラを持ってね、今来ているんで、今日はこれぐらいにしときたいと思います。お疲れ様でした。こんな話があります。いや、なんもなかった、どんな話もなかった。In your deep blue eyes, the day has begun. You spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting.